皆さんこんにちは、 HMR の石健です。今回も柳 S2000 ネタです。25万キロ新人柳のお勉強車で、買った車ですね。で今回はなんだっけ、イオン探求。イオンどこから？ギアのトランクら辺。ギアのトランクら辺からイオン化するというので、まああのね、乗ると後ろからガコンガコン音がします。後ろからガコンガコン音するんだけど大丈夫なのかまずこのね、音が一体何なのかというのを、村松チーフメカニックに見てもらいましょうというので、まずは下回りからチェックする感じでいきますか。はい、はい、見てみましょう。じゃあ見てみましょう。後ろです。後ろで動いてるときにガコンガコンっていうことであれば、やっぱりこの動くパーツたち、例えばまあ一番メインはデフ関係の部品、それから今度ハブ側、タイヤ側のパーツで、まあ、あと結構イオンが出たりとかガタが出やすいっていうと、まあ、ドライブシャフト、まあ、この辺りのパーツが一つ怪しい。でもう一つはもう根本的なガタ、例えばアーム類にもブッシュがダメになってガタが出てしまってるとか、まあ、スタビリンクですとか、まあ、サスペンションはこの間変えたばっか、まあ、中古ですけど変えたばっかってことなんで、まあ、今回はあまり可能性としては低いのかな、取り付けさえ問題なければっていうところが、まあ、あと怪しくなってきます。で、あとはたまにあるのがマフラーの取り付けがよろしくなくて揺れてしまって当たってしまってなんてこともたまにありますけど、ドライブシャフトとかアーム類、カチャカチャいうのは、まあ、リフトの音これは普通にあるドラシャの、まあ、そのクリアランスっていうか隙間分だからこれは全然大丈夫。マフラーも譲ってもカチャカチャ言うけどコンコンって音だよね。これがひどくなるような感じ？そうですね。この一瞬コンっていうのが、するともっとでかい音な気がする。なるときは、まあね、今手で動かしてるだけだから、実際には走る時のトルクと、まあ、人が出せるトルクって全然違うからね。まあ、でも S に過去にもうちで販売した車でそのドラシャがガタ出ちゃって。まあ、イオンと、まあ、ゴロゴロしてるっていうのは過去にあったから、はい、あるとすればやっぱこうジョイント25万キロ使ってれば減ってて当然ないんで、そうですね。で、まあ、特にこの間、まあ、鈴鹿だったり恵比寿だったり負荷を結構かけてるので、うん、まあ、一つ下回りで候補っていうとこの辺が怪しいのかもしれない、ね、分かりました。見逃しにこう残しとくね、これ。そうっす記念なんで一睡は記念なんで。これはいつの鈴鹿です。鈴鹿クリップがついてないの？そうなんですよ、クリップはね。ルカンに移してる。見えこわっ、見えこわっ、ヘッドサイドを開くか。なるほど。
んか出てくるか。よいしょ。はい。ドン。あー、錆びてんな。錆びてるな。あらららら。あら。錆びが出てきた。いやだけもうフロアやばいじゃん、これ。やばい。おぉ。あ、泣いた。泣いた。どうすんだこれ。これやべえな。鉄板溶接ですねこれね。ですね。うまいねこれ。これやばいっすね。これあれだね、トランクの雨漏りしてないのを気づかなくてずーっとこうなってたんだよね。これまでね。それで穴開いちゃったんだ。ね、穴開いちゃったんだって今穴開けたんだよ。S にはね、押したら開いちゃった。ね、S にはね漏れるからね、定期的に見ないとダメ。ここは多分これでも柳買う前の問題だと思う。多分そうっすね。うんうん、前のオーナーの時からこうだったんだよ多分。今持ってるオーナーさんはちょこちょこ見てあげてください。S2000 いろんなとこから漏れますから。こうならないように僕みたいにならないように。ああ。人柱で知りたくなかった。そっちは全部どかしねえ。何それ、これホロの部品。ホロの部品。ホロの雨どいのパーツですね。あれはですね。あ、ホロ取っちゃったから。そうなんですよ。これなんかあるよ。それ何これこのビニール袋。これはゴミやら何やらですね。何やら何入ってるの。ネジです。ほら、そういうのもカコンカコン言う原因なんじゃないの。これで全部だと思うし、はい、ね、なんか怪しいやつが。これ何。これもホロですね。いろいろとこう音が鳴りそうなものが、まあ、乗っかってね、結局ハマってるものが外れてる。それ燃料パイプのカバーですね、うん、これ。まあここまで外して、まあ、目に見えるもの、まあ、ナットが落ちてたりとか、こんなのはさすがに原因にはもっとね結構ガコンっていう音だったからね。サスペンションのアッパーのところもちゃんと閉まってるよね。工具持ってきな。はい。サスは柳が自分でつけたんだろうか。リアは僕じゃないです。あ、僕じゃないです。リアは僕じゃないです。よし、閉まってる。長も閉まってますね。他は特になんかなりそうなものはないじゃん。ないですね。プラスチックのクリップがこのサスペンションの頭のところに落ちてるけど、それはロールバーの原因にはロールバーが緩んでるとか、それタワーバーだな。カコンっていう音であれば、なんかその物が落ちてるってよりかはやっぱりこう何かが緩んで動く、うん、っていうのイメージの方が強い気がするので。でも緩んでるやつはない、うん、なさそうですね。そうするとドラシャかもしれない。かもしれない。過去の前例からいくとかもしれない。かもしれない、うん、そうですね。下げて、で、まあ、なんかイメージ的にはこうドラシャの駆動がもう逆からの入力、路面からの入力になっているところからもう一回アクセルポンって踏んであげたときに一瞬ココンコトンっていう音が
したりとか、あとこのエスミの定番のフォロキャッチ、ね、ガッチャ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 、ね、ここの干渉音、あとシートがブレーキフードをカコンって一瞬前に出てきます。あれシート誰がつけたんだっけ？あ、自分です。ボルトちゃんと閉まってないんじゃないのそれ。いや何回かでやり直したんですけどね。結構レールのガタじゃないかってちょっとなんか動くのが気になる。まあそんなことはどうでもいいんだけど、その柳が気になってる音ってカコンコトンカコンカコンっていう結構でかいよ。でかいですね。あそれだと結構発信時に何回かガタンっていうのが何なんか外れたみたいな。あそうですね、そんな感じの、なんて言ってるか、前にまあその感じたそのドラシャの音っていうのはもうああいうのではなくて、あそこまでこうなんかいかにも壊れてますみたいな音とかではなかったから、ちょっともっとなんか違うところもアプローチしていった方がいいかもしれない。なるほど、うん、もうデフが本当に思いっきり揺れちゃってるとか、デフマウントもまだ変えてない。そうですよね、変えてない、うん、最悪の場合デフの中身からこ、うん、ういったところに発展していくのかなって気はしますけど、じゃあちょっともう一回デフマウント見てみようよ。デフマウント、そうですね、うん、はい、デフマウント、でも前の方は切れてる感じないね。ないですね、うん、まあ当然ちょっとひび割れはすごい入ってますけど、なんか明らかに動きそうなぐらいなんか、うん、まあ、揺すったところでやっぱり、うん、アホみたいに揺れるわけではないですね、うん、後ろ側、後ろ側駅風マウントね。まあ後ろは同じようにやっぱひび割れだけですね。入ってるのはバックリいってる感じもないし、オイルも漏れてないね。本当ダメになるともう避けてオイル出てきちゃうんで。そうだよね、うん、まあ、明らかにそれで揺れるような感じはしないな。しないですね。まあ動いてもこの範囲に、うん、そうでもこっちの方が気になるな。そこ、そうですね、タイミング的にはやっぱこう発進してこう、まあ、駆動トルクがかかった瞬間に、うん、そのガシャンとか、まあ、前から柳が言ってたそのコトンっていう、まあ、小さな音っていうのも大体こうトルクをかけた時に出てる気がするから、やっぱり駆動系パーツ、足回りゴムブッシュどんなにダメになっても、まあ、ブッシュが本当にちぎれてしまってこのアーム自体が前後に動いてますよってことになればまた話は別だけど、ただ普通のまあ発進、別にサーキットレベルじゃなくてただゆっくり発進しただけで後ろからガッチャンって音がしてくるってことは、やっぱり動くものの方が可能性は高いのかなっていう、うんうん、あ、あ、まだこれに、まだこれに何か、あ、ね、あとで塞ぎましょう。はい、ハブ型でもなさそうですね。ハブ型って見てもらったっけ？まだ見てもらってないっすね、多分。ちょっとそこだけ見とこうか、せっかくあげたし。はい、わかりました。ハブベアリングの方が、はい、定番でこう、まあ、上下に揺すったり左右に揺すったり、これでちょっとこう少しでも本来こっちの動きは絶対に出ないから、これで動けばハブベアリングがちょっと怪しくなってきて、ただなんともないなんともないですね。スムーズに回るし、当然こっち方向でもダメになってくると、ちょっとこのゴリゴリっていう感覚というのが出てきたりするので、多分この辺はメンテナンスされてるみたいな感じですね。
右も特にないかな。ハブではなさそう。まあまずドラシャだね。変えてみて、うん、さっきの横方向にカコンカコンってなってたじゃない。あれさ、あの別の S2000 でさ、一回ちょっと上げてみてさ、横方向にやってならないかどうか見てみる。あ、そうですね、うん、今ちょうどすぐそこにあるから仕上げてるやつが。じゃあいいです。では、異音の原因として、まあ、考えられるドライブシャフト、そしてデフなんですけども、まあ、今回まずはですね、ちょっとデフが準備できたので、まあ、デフ本体 と、ブッシュ、この辺を交換してみて、異音が止まるのかどうか見てみたいと思います。まあ、ただこれ全部新品ではないですけどね、特に異音の出てない中古のデフを用意しました。今回作業はメカニックの森山です。じゃあお願いします。シャリ感が周りに対してあるかなっていう感じですかね。こっちの方がスムーズ、ちょっと合成感がある。あ、ちょっと、うん、やっぱりこっち緩いというか、走行距離とかも考えると、でも明らかなこう異音の原因になりそうな感じではないよね、なんかね、別にね。ただバックラッシュとかの値とか変わってれば、それが異音にっていうのはあるかもしれません。ほとんどこっちバックラッシュないんで、こっちはやっぱりここで感じられるぐらい、うん、あのガタがあるんで、あ、なるほど、ね、タタタタタっていうような感じがやっぱりあるんで。じゃあまあつけてみてどうかだね。じゃあね、そうですね、距離相応のやっぱり劣化は見られますね。ブッシュは外した感じどう？ブッシュは多分一度変えてるとは思います。ほとんどやれてないんで。綺麗ですね、はい、ブッシュ自体はやっぱり距離考えると前オーナーさんで一回やってるのかなって感じのイメージです。あれ、柳、はい、用意したブッシュって普通のブッシュなんだっけこれ？おそらくノーマルっす。あ、ノーマルなんだ。じゃあ別にそんな変えなくてもいい。そうっす。いいのか。物が綺麗、変わらない。あ、こっちの方が綺麗一応。そっちの方が綺麗ですね。こっちよりじゃあ一応交換するって感じかな。はい。はい、作業が終わりました。はい、まあ見た目じゃ分かんないね。別にね。そうですね。うん。走ってみないと。じゃあちょっと乗ってみますか。はい、お願いします。よし、じゃあ行ってみよう。はい。果たして切れてるのか。そうですね。切れたら嬉しいな。出ないね。今のところで出ないですね。
出ないね。出てないですね。デフだった。デフだったんすかね、これ。出ないですね、うん、今のところは。これ若干ダンパーガタある？あるのかもしれないですね。なんかダンパーのガタの音がする気がするけど、中古のやつなんで、うん、状態はよく分かってないです、ね、多少ガタが出てる気がするけど、でも明らかにこの前ですよね、ガコンっていう音しないの、ね、しないですね、うん、外から聞こえるぐらいの音でしたね、うん、聞こえるけど、リフト入るときにあそこバックするときでも聞こえたから、そうそう、うん、25万キロのデフ、そうですね、明らかなデフブローっていうわけでもないし、デフダメになってるときって、はい、結構後ろからなんかシーケンシャルミッションみたいな音がするのよ。あ、キュイーンっていう音がするの結構、はいはい、これまで SE でデフがダメになったやつ純正で、はい、でもその音は全くしなかったから、ダメになりかけてたんですか、うん、だからまあデフの中のどこの部品かが分かんないけどね、はい、どっかしらデフ本体ではないところかもしれないし、出ないですね、出ないね、うん、出ないね、治った、治ったね。治りましたね。うん。じゃあデフが問題だったんだな。そうですね。うん。そう言われたら、うん、そんなところから来てるような音が。ということで、まず一旦今回柳 S2 線の、リアのガコンっていう音は、デフでした。まだ微妙な音が残ってるんで、そこら辺はまた次回追求していきたいと思います。以上です。